旬で彩る幸せご飯。今日はいちごと日向夏のカルパッチョを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はいちご。フレッシュな甘い香りと口に広がる甘酸っぱさ、ビタミン C も豊富で、1日の必要量を10粒ほどで摂ることができる体に嬉しいフルーツです。いちごに旬のフルーツを加えることで宮崎らしい一皿になりますよ。いちごと日向夏の甘酸っぱさがアクセントになって美味しいですよ。調理時間はおおよそ15分です。では作っていきましょう。いちごのヘタを取って薄切りします。日向夏は皮を剥いてそぎ切りします。そぎ切りした後の芯の部分は後でドレッシングに使います。食材を余すことなく使えますね。オリーブオイルなど材料を混ぜて調味液を作ります。そぎ切りして残った芯の部分の果汁を加えます。お刺身は塩と胡椒で下味をつけます。使うお刺身はどんな魚が合いますか？今回は旬のブリを使いますが、この料理は白身魚だったら何でも合いますよ。調味液にお刺身、日向夏、いちごをマリネします。器に盛り付けて香草などを添えます。お好みでピンクペッパーなどを添えると彩りにもなりますよ。これでいちごと日向夏のカルパッチョの完成。白身魚の淡白な味わいにいちごと日向夏の甘酸っぱさが加わり、さっぱりといただけます。白ワインと合わせて楽しむのもおすすめ。旬のいちごと日向夏が春の訪れを感じさせますね。いちごで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。